はい、こんばんは。パラエサラ福岡井出道場の井出です。キューピーです。今年最後のトス。はい、こんばんは。少年柔道の西村です。はい、はい、もう寒かったですね今日はね。寒いっすね、本当本当に寒かったですね、うん、はい。窓は全部閉め切ってたんですけどね、はい、暖房はちょっとけじってまして、体を動かせばいいというね。まあそうですけど、はい、まあ、無事トスも終わり、こと2023年終わりまして、あとはまた来年は、11の木曜日から、第2木曜日からで、1週目はちょっとお休みなんで、第2木曜日からスタートします。はい、まあトスはそうで、中川はね、普通にまだ4日目ぐらいから開けますんで、で最後もまだ決まってないんですよね。29までにするか30までにするかという、どっちみち、まあ、来なかったら大掃除するだけなんで、はい、まあね、練習来れる人だったらもう全然開けてますので、全然よろしくお願いしますと。だから支流クラスも火曜日この前ので、今年終わって、来年は1月9日からスタート、はい、もう安定のっていう感じですね。で今年は今週井出トモロークラスまで、だから先週の金曜日かな、もう今週帰りましたけど、はい、ちょっと早めのクリスマスプレゼントじゃないけど、はい、まあ、スペシャルが続きましたけど、はい、次は来年大会ですね、リバーサルカップ2があります。でやっぱり、T シャツ、磯社長が、リバーサルの社長が T シャツをセカンドのリバーサルカップ2の、T シャツを参加者全員プレゼントしてくれますので、ぜひエントリーしてください。まあ、サイズもちゃんとある程度ありますけどね、お早めにって感じで、そんな感じかな、うん、なんか続きますよね。1月もあるんでしょうけど、九州はないけど、2月リバーサルで、3月はまた福岡総合体育館で、福岡国際っていうのがあるみたいで、で4月に全日本マスターがありますね。今年は2月ぐらいにあったらしいですけど、来年は4月で、大阪の堺市っていうところの体育館か、アリーナかな、であるみたいです。いつもなら大阪って新幹線で行くんですけど、なんか地図見ると関空、はい、はい、関西国際空港かな、はい、が近いみたいなんで、飛行機で行くのもいいかもですね。はい、続きますね。だから本当ずっと、もうまた来年も充実が改善されるということで、はい、まだ充実を楽しみましょう。まあ、ちょっとインフルエンザが、ね、流行ってね、ちょっと後半みんなバタバタと一週間休みに入った人も多いんで、はい、もうまた寒いし、また普通の風邪もひかないようにね、はい、体温めて、いっぱい食べて寝ましょうそういうことです。で何か一言どうですか、今年は年は人は一応スタートよりは増えましたか。ああ、そうですね。ね、まあ、増えましたよね。まあ、初心者ばっかりだけど、うん、だけどやっぱり賑わうのが一番いいですよ。はい。で、まあ1年、はい、2年かけてね、チーム作りして、ね、団体戦が戦えれるようになると嬉しいですね。はい。はい、また、で来年また5月ね。はいはい、そうです。イベントもあるし、はい、はい、頑張ってもらいましょう。ということで、ここは鳥栖市民体育館、はい、でした。はい、じゃあ来年はまたタイトルを変えて思いついたらタイトルを変えてスタートしたいと思います。また来週は、来週か再来週か、来年って言った方がいいですね。じゃあ来年会いましょう。さよなら。